こんにちは。体のエイダ10万円勝負です。今日は2020年の7月31日、時刻は22時49分になります。はい。シリーのメイネットが始まってからですね、数日経ちましたけども、これからですね、いろいろダイダラスの更新、鎧の更新をしていって、ステーキングをね、するというステップを踏まないといけないので、それについてもね、少しずつ触れていきたいと思いますし、参考にするサイトをですね、見ていったりしますので、ご参考になさっていただければ幸いです。はい。では、まず値段を見ていきますけども、現在のエイダコインの値段は 14.7 円ですね。はい。16円いったり、15円いったり。たまに14円台に来たりということで変わってきてます。はい、チャートの方見ます。4時間足ですけども、このように 16.5 円まで行って戻ってきて、また16円まで行って戻ってきてというような感じで、こんな大きな三角が見えますね。はい、まあ、こういう感じでも見えて取れますけどね。はい、まあ、いずれにしてもちょっとここでね、ちょっと収束してきてるので、次はどっちかなと。いうことですけど、まあね、もうシェリーメインネットの移行も始まりましたし、そんなにね、ガーンと上に行くというような騒ぎになることはないのかなという気がしますね。だん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 じわ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 、買いが入って、上がっていくという感じじゃないかなというふうに考えております。はい、ではツイッターの方見に行きたいと思います。はい、ゆうたさんですけども、財団からアンバサダー T シャツなどをいただきましたということで、ちょっとロゴが大きくなりましたということで、オフラインミートアップとかに行くと、ゆうたさんがね、プレゼントしますよっていうような感じで、やってくれる時もありますので、行かれた方は期待してみるといいかなと思います。はい、で、チャールさんですけども、Got my new tractor and PC ということで、トラクター前ね、ランボルギーニだけど、なんとかって言ってましたね。はい、で、パソコンも買ったと。はい、で、ちょっとね、余談はこれくらいにしましてですね、またゆうたさんですけども、オープンチャットコミュニティでたくさんいただいたステーキングの質問と簡単な回答を、ということで、簡単に参加したい人のためのステーキング6ステップ詳細ガイドということで、こちらをちょっと参考にしたいと思います。はい、すぐ簡単に参加したい人のためのステーキング6ステップ詳細ガイドということで、このようにね、載ってますので、私もこれ見ながらね、やらせてもらいたいと思います。で、やった結果などをね、またお伝えしていきたいと思いますけど、全部こちらを読まないといけないんですけど、まずね、基本的なところですけど、一旦この絵をね、理解するのがよかろうかと思います。体のね、公式に出ているデリゲーションサイクルということで、ステーキングの仕組みといいますか、ステップをですね、詳しく図解で説明されています。はい。で、どこを見ていただくのがいいかな。ちょっと大きくして、ちょっと字が小さくなっちゃうんですけども、まず全体を把握するために見ていきますと、ハードフォークで、これがですね、July 29ということで、もう終わりましたね。7月29日。で、オーガスト3、オーガスト3、オーガスト8から13、14から18と。要するに、ここがね、5日間ずつ、区切られてます。で、要するにそのエポックというものが、5日単位で、進んでいきますよということですね。エポック0が5日間、エポック1が5日間。エポックにも5日間と、ずっと5日間単位で進んでいきます。なので、その間は動きがないということになっていくわけですよね。はい、で、今エポック0ということで、シェリーのハードフォークが終わって、ステークプールが登録をしているタイミングです。なので、どんどんステークプールオペレーターの方が、メインネットに自分のステークプールを登録しているというような状態です。それで、ユーザーの一般にエイダを持っている人たちは、そこにね、デリゲートしていく。ユーザーズデリゲートしていくということで、ステーキングをしていくタイミングだということです。で、いずれも、この8月3日までに出ないとできないというわけではなくて、その後でもね、ずっとできていくんですけども、この一番最初に入ろうとするんであれば、
エポック1からですね、スナップショットを撮って、一番最短で、最初の報酬からもらっていきたいというふうに考えるのであれば、ここの8月3日の、このエポック0が終わるまでに、ユーザーデリゲートステーク、要はステーク委任ですね、はい、をするのがいいということになります。はい、そうすると、この青い字の流れに乗ります。この間にやると、8月3日のこの線のところでスナップショットが撮られて、で、それを受けて、ここの後のエポック2のところでですね、実際に、マイニング、ステーキングですよね。A での場合はステーキングに、使われて、ブロックを生成すると。で、その結果、報酬が計算されて、ここでリワードが届くということになって、それがオーガスト18日ですね。実際にここの線になると思いますけど、ここのタイミングでリワードが入るということで、一番最初の報酬、8月の18日、日本時間で19日にもらおうとするんであれば、8月3日までにダイダロスなり、ウォレットなりを作って、そこに自分のエイダを今まで持ってたバイロンの時代のウォレットから移して、で、それで、その後、ステークプールを選んで、ステーキングの委任をね、するということです。はい。はい。で、今、下の方に書いてあった字をね、少し大きく拡大してみました。はい。エポック0、エポック1、2、3、4というふうにありまして、7月29日から8月の3日、今度の月曜ですね。はい。実際には日本だと、まあ、火曜日の朝ぐらいですかね。はい。ぐらいまでに、デリゲート、新しいウォレットを作って引用するということであれば、まず、スナップショットを8月3日に撮りますよと。で、そのスナップショットを状態した状態で、ブロックが、ブロックが、まあ、仕事をしますよと、ステーキングで、ブロック生成をしますよということですね。で、その結果、仕事の報酬が、最初の仕事の報酬が計算されますということですね。はい、それで、ディストリビュートということで、それが、皆さんに分けられるということですね。はい、これがステップ、一番最初のステップで、これをどん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 5日ごとに繰り返していくということになりますね。はい、で、ここですね、はい、見覚えのある ITN という字がありますけども、テストネットの報酬がですね、ここでリクレームということなので、自分で、移動をね、請求するという意味だと思いますけど、リクレームということで動かすことができるのが8月の3日ですよということになります。はい、なので、私がこれからやっていきますのでね、それを結果をちょっとご報告していきたいなというふうに思います。まあ、うまくいくかどうかも分かんないんですけどね。はい、で、もちろん私の説明では足りないと思いますので、ゆうたさんのところだとか、まあ、体の公式ホームページだとか、はい、いろいろご参考にしていただければというふうに思います。はい。あと、同じく、体のホームページに、シリーハードフォークに関するよくある質問、FAQ ということで、ハードフォークってどういう意味ですかとか、ステーキングの始まり方はどうですかとか、いろいろ書いてありますので、こちらを参照になさってください。昨日の動画で一通り読んでますのでね、参考にしていただければと思います。では、値段に戻ります。はい。14.69 ですね。14.69×14.69 で元本が10万円ですので、105,850円のプラスということです。そして、105.8% のプラスということになりました。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございます。ステークをね、メインのシェリネットに、シェリーにね、変わったもんですから、やっていかないといけないので、じっくりね、時間をかけて間違いないようにやっていただければと思います。では失礼いたします。